マスウォッチングの高木です。今日はこちら特大のじゃじゃんバランスボール紹介します。なんと超高級で、税込み3万3000ちょっとぐらいです。すごいっすよ、3万円超のバランスボール。レビューしていきます。まあとりあえずこの箱がゴージャスですよね。まずね、絵に描いている通りに使う感じですね。デスクワークで使います。ミーティングルームとかでこのバランスボール使ってる会社も結構ありますね。テクノジムっていうイタリアで上場してる会社の商品です。クリスチアーノ・ロナウドとかメッシとかもテクノジムの機械をよく使ってますね。真上からレビューします。よっしゃ。おお、これは何だろう、なんか白いのが入ってます。この白いのが、こちらが作り方っぽいですね。説明書も同封されてます。まずはこの側ですね、黒い側が出てきます。何も入ってないというか、これがカバーですね。カバー、このカバーがあるからね、かなりね座り心地よくなります。なのでこのテクノジムの製品っていうのはほとんどがですね、その機能性はもちろんなんですけど、おしゃれで心地いいっていうのがね一番僕感じますね。でちゃんとこの空気入れも入ってます。で空気を入れるバランスボール自体はこれですね。これの上にこちらの黒いやつをかぶせていきます。まあ、僕ね組み立てとかめちゃくちゃ苦手なんで、ちゃんと組み立てられるか不安です。バランスボール組み立て、レディゴレディゴレディゴー。はい、とりあえず使うやつだけまとめてみました。多分最初はこれ膨らますだけでいいと思うんで、とりあえず、膨らましていきますね。エレガントな感じで空気が入っていきます。この手で膨らますっていうのもなんかある程度筋トレになりそうな感じがします。ふぅふぅ、吸って吐いて、吸って吐いて。真面目に膨らまします。後で大きさ見せますけど、これ55センチのバランスボールです。この膨らますのはできるんだけどね、このカバーをつけたりするのがね、あの僕めっちゃ不器用だから。誰かにお願いしたい。まあこれ多少膨らますのに時間はかかりますね。なんでゆっくり気長にやってください。顔芸でもしながら、顔ヨガでもしましょうか。ってやってたらすぐ時間経つと思います。だんだん膨らんできたかな、丸くなってきた。おお、結構入ってますね。どのぐらい入れたらいいんだろう。もうちょっと入れた方がいいかな。こんなもんでしょうかね。はい、とりあえずこんな感じで膨らますのは終了と。こっから先があんまよく分かってないんだけど、どうしたらいいんだろう。一回ピンを刺す、一回ちょっとこのこの時一番びっくりするよ。一回ピンを刺して、これちょっと開けますね。これはいらへんのかな。おお、めっちゃ開くよこれ。めっちゃ開けて、どっかに合わせ、あ、ここか、ここにこういう感じで穴が開いてる方がありますんで、ここをおそらくさっきのピンのところに、空気入れるところに合わせると思います。こういう形で穴からピンが出るように合わせます。それでチャックを閉めていくのかな。はい、締め終えましたと。でこっから、でもまだこの状態だったらね、あの空気が全然足りてないから、めっちゃ顔がはまってるんで、もう一回この上からピンを抜いて空気を足していきます。抜ける、これでいいのかな。またこっから長期戦になりそうやな。この後はもう目いっぱい空気入れたらいいと思うんですけど、いや本当にこれがパンパンになるまで膨らむのかどうかがちょっと若干不安ですけど、一応この同封の説明書を見たら、
カバーが余る場合、膨らませ方が足りませんので時間を置いて何度かに分けて膨らませてください。最初はゴムが硬くなってるから、一気に全部入りきらないかもよっていう感じみたいですね。とりあえずいけるとこまでやってみます。いやでもね、これね、ほんまに触り心地もいいからめちゃめちゃ座り心地もいいと思います。楽しみ。これでも説明書には機械で空気を入れないでくださいって書いてますね。やっぱり手動がいいみたいです。だんだん膨らんできたんじゃないですかね、これ。ほらだもうこんなもんでもいいような気はするんですけどね。うわ、抜ける抜ける。今ので結構抜けたか。まあ、また後で若干膨らまそうと思いますが、だいたいこんな感じですね。これでだいぶ膨らみましたね。早速テストシッティング、どんな感じでしょう。おお、やばっ、すごいなこれ。やばいっすこれ、みんなめちゃくちゃ座り心地がいい。いやこれ全然違うね、やっぱり普通のバランスボールと。普通のバランスボールってやっぱりね、なんて言うんだろうな、やっぱそう、座るようにできてないから、これは気持ちいいんですよね、お尻が座った時にで自然と姿勢が良くなりますね。座っこう普通にパッて座ったらなんか背筋が伸びるし、この状態でデスクワークとかしたらすごく健康的にデスクワークできそうです。これやばいな、これちょっとこの感動がね、座らないとわからないと思うんですけど、ぜひ皆さんにも体感してほしいです。でこちらのアクティブシッティングですね、現在マスローチングで美人背中コンテストというのを開いてます。でその美人背中コンテストに応募した人の中からですね、こちらのアクティブシッティングが当たる人もいますので、ぜひぜひ動画の説明欄から、美人背中コンテストをチェックして、これまあ日本に住んでる女性の方限定になるんですが、ツイートすることによって応募することができます。まあ、なのでやり方とかね、詳しくは動画の説明欄ご確認ください。いや今日から僕これ使いますよ。もう椅子いらんやんこれほんまに最高やわ。これをまあ会議室とかに置いてる企業とかも結構あるみたいで、まあ会議室と言わずにね、普通のデスクも椅子取っ払ってこれにしたらすごく健康な会社になるんじゃないかなと思います。であと普通のバランスボールと違うのはやっぱりこう安定してるんで、ずっとここにいます、バランスボール。なんか下になんか履いてんのかな、わかんないけど、これでどっかにいろいろ転がっていったりすると困るんですけど、立ったり座ったりしても大体ここにあるんで、これは素晴らしいですね。やばい、これ最高やわなんでなんやろな、これ普通のバランスボールやったら姿勢こう結構悪くなるのに、これやったらなんか姿勢が正しくできてしまうっていうのは、大きさがちょうどいいのかな、どうなんだろう、わかんないけど、すごくすごいなんか快適に仕事できそうです。以上、アクティブシッティングのレビューでした。